キジが仲間になり、キンジがいなくなった、というところから再開です。なんで鳥が仲間になって、人間がいなくなるのか、若干不平等な感じですが、一人でやっていくしかありません。一人なので、複数の強い敵が現れると結構きつい。この時代の RPG は子供向けでも容赦がないです。それでも問題はなく新たな村に到着。桜が咲いて綺麗な村、ということは花坂じいさんがいる村ですね。しかし、来て早々鬼がやってきて、燃やされてしまいます。情報が何にもないので、とりあえず話を聞いてみないといけません。花坂じいさんが囚われているのか、助けないといけないんだろうなという話はちらほらと伝わってはきます。鬼退治をしないといけなさそうなので、武器防具で強いのがあれば買いたいところですが。頭の装備以外、ワンランク上の装備が並んでおりました。これは買い揃えましょう。買い揃えた後は、攻撃力が7、守備力が10上がりそうです。下取りって便利だなぁ、割と画期的だったのかな、この時代の RPG にしては。ということで揃いました。攻撃力72、守備力は64、果たして戦えるんだろうか。さらに情報はないか、宿に行くと。銀次がいました。目的地一緒ならなぜ別れたんだ。マンネリを防ぐカップルのような存在、それが銀次です。地図を渡したらまたいなくなる銀次。回復アイテム返せ。その後左上の方に行くと、花坂じいさんの家らしき建物発見、入っていきます。あ、犬がいる、ということは、ここをクリアするとお供が新たに追加かな。何か動きがあるかもと思い、もらった地図をここで広げますが、結構上の方に×印がついてました。何かこの場所にあるんでしょうね。それはいいとして、戦いが始まるのか。なんか奥の方に行ってしまいますね。追いかけないといけない。しかもこちらは一人なので、ちょっと大変かもしれない。RPG ゲームらしく、倍速ですが、桃太郎が奮闘していく様子を見ていただければと思います。状態異常をかけられますが、中にはいいモンスターもいて、呪いをかけられ、呪いを解かれ、回復してもらいながら、戦いに勝って進んでいく様が見れました。
思ったよりは楽な一人で乗り込んでいる今回の場所。ようやく奥の方までやってきました。そして地図に載っていた場所に到着します。しかし、閉じ込められ、水が溜まっていってしまうという罠にはめられてしまいますが、わかりやすく何かあるので調べると、あっさり抜け出し、鬼たちと花坂じいさん、犬がいるところへ、ようやく決戦です。ちっちゃい方が術を使うので厄介ですね。先に倒しましょう。ちっちゃいのは倒しましたが、でっかいのは強化されたまま、ターンを進めるほどその効果は薄まるので、気をつけながら戦えばいけそうです。思ったよりしぶとかった。一人旅はやっぱり辛いなぁ。仲間にとどめを刺され、息絶えた爆寒期。そこに謎の鬼が現れます。なんか長く居座って、しかも喋らないで笛か何か吹いている。いや、長いって、何しに来たんだ、全く目的がわからないけど、あまり悪い奴には見えないなぁ。そんな花坂じいさんを救出するシナリオでしたが、これで無事クリア。ということは、イッヌが仲間になるかな？その前に燃えて枯れた木に花を咲かせましょう。この後、画面が真っピンクになるので、目に悪いので、凝視しないでくださいね。ということで無事桜がいっぱいに咲き、犬が仲間に。
これで残るお供は猿だけとなりました。ということで花咲かじいさん編、これで終了となります。ご視聴ありがとうございました。